はい。ひろしの時事ニュースチャンネルです。あの、気象庁のホームページを見て、ちょっとあの、今回台風は今どんな状況なのかをちょっと、えっ、ー、と、観測してみることにしました。えっ、ー、と、一応これ、10月10日、今日の6時の状況か。6時45分発表で、今こんな感じになってますね。ちょっと見てみましょうか。えっ、ー、とね。大きさ、大型。えー、強さ、これ猛烈な。 猛烈なってるのはも最強レベルなんで、これ以上やらないぐらいの。はい。で、存在地域、今、父島、南西約 390km、えー、北緯24度55分、えー、東経139度10分、えーえーと、進行方向、速さ、北北西 20km、えー、中心気圧915ヘクトパスカル。やばいっすよ、915ですよ、えー。中心付近の最大風速は、えー、秒速 55m、 えー、最短周回風速は秒速75メートル。えー、ということでですね。まあ、非常に、これ見てください。ちょっとこれ、あの、暴風域は全域240キロメートルです。240キロって、でかすぎでしょ。240キロだよ。ね。で、強風域は750キロ、東が。で、西が650キロ、ということで、まあ、あのー、ちょっと、きついかな、っていう感じかな。 すごいね、これね。見てくださいよ、もう。にこれ、日本削り取るルートじゃん。すごいね。うん。いやー、もう、本当にどうすりゃいいんだよ、これ。うーん、どうしようねえよなうーん。いや、ほんとさ、終わったって感じ。あ、終わった。で、なんかもう、伊勢湾台風、もう、伊勢湾の再来ですよ、これは。うん。 だからもう千葉のさ、被害を受けたところ、ほんと完全に千葉にとどめになっちゃうよね。ゴルフ場の鉄塔を倒れた家とかさ、もう本格的にもう大変なことになっちゃう終わりですよ。うん。まあ、ちょっとまあ、なんだろう。う希望的に考えれば、もしかしたらあまりの強さに鉄塔が浮き上がって、浮き上がるかもしれないけど。うん。まあ、浮き上がったところで無理か。<laughs> うー、んうん。どうしようがよな。<laughs> なんだろう。う 関西の人たち、まあ、ヤフーニュースさっき見たら、ね、なんか僕たち関西は高みの見物ですみたいな感じで書いてあるコメントもあったけど、正直、こんだけ強いと関西も風やばいっすよ。暴風域入ってんだからさ、しかも240キロあるでしょすんごい暴風域でかいんだよ。うん。だから、あのー、なんだろう、う今回はだから、頑張ろう関東が始まりますよ。もうほら、頑張ろう。 東北みたいなのあったじゃん、毎日。東日本大震災の。もう今回ほんと関東壊滅レベルの台風だから、もう本当にやばい。暴風域も中心から2 4 0トルですよ。でかすぎるよ。広すぎる。しかもさ、これよく見ると昨日より強くなってんだよ、これ。どんどん強くなってんじゃん。ほんと早く熱帯低気圧になってほしいわ。ほんまに。あー。 俺の三連休。もう三連休って、でもそんなレベルじゃないわ。三連休はどうとかっていうよりはもう生き延びないと。ああ、生き延びてよかったぐらいのレベルだから。もうなんだろう。もう中心、やっぱさ、中心の右側がやばいんだよね。うん、中心から右がさ、結構、ボーっとこう回転してる時の強い部分だからさ、本当とは壊滅は本当にあり得るんですよ。最新の発表でも915ヘクトパスカルですよ。で、しかもさ、予報円がまた陸地寄りになってるんだよね。本当にもうどうすんだよ、俺。 うーん。テンションがもう、上がってきたわ逆に。本当に。どうすんねこれ。俺の家の真上通るよこのルートだと。本当に完全に。本当もう、みんなとグッバイだよ。俺の放送、台風の次の日やってたらみんな褒めてよ。なかったら多分、あ、ひろし死んだなって思ってくれればいいんで。いやー。 どんどん、もうなんだろう、西にそれてるんだよね。どんどんさ、なんか、西にそれててさ、本当笑っちゃうどん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 東にそれてね、海ルートっていうのは唯一の助かる道だったのにさ、もういい感じに調整してさ、この本土通ろうって言ってさ、グイーンってこの台風がさ、こう攻めてきてんだよね。うん。やっぱここ通ろう、みたいな。本んとにさ、東にそれると海上の水分吸ってさらに威力上がるから、まあ、千葉県あたりマジで死ぬかもしれんぞ、本当に。いやー、ちょっと。 千葉市が地図からなくなくるほんとにどうすんのもうはあどないすんねんこれさっきもちょっと放送で前の放送であったけどさ地球史上最大かもしれないとか言ってんだよ地球史上ってなんだよほんとにさ全滅じゃんしかもなんだっけカテゴリー5でしょ その、6、6行くかもしんないなんて言われてるんでしょどうしようもないよ。で、あとまあ、ここだけの話なんだけど、一番やばいのは、もう俺の中で一番やばいのは多分名古屋と静岡だと思う。これを見る限り。名古屋と静岡。上陸時。そこら辺じゃんでもデカすぎてさ、今回の台風ってデカすぎて、台風の中にずっといるんだよ。名古屋と静岡って。多分ね、この二つやばい。うん。 いやで、西日本も大丈夫だろうとか、ちょっとコメントで書いてあるけど、台風が東海に近づいた時に、もろ大雨と吹き返し確定だからね。西日本も。とにかくデカすぎるから、本当油断しちゃダメだよ、西日本の人も。も電車もみんな止まるぜ。当たり前じゃん、そんなの。いやも,う,もう,う、もう、なんだろうな。無理ですわ。生き延びましょう。頑張って。 だから、もう何回も言ってるけど、充電しといて、スマホ充電、お水もちゃんとお風呂にいっぱい入れといて、あの、電気が止まったらマンションとかさ、トイレの水とかも流れなくなるし、千葉でも停電したらもうコンビニとかスーパーもやってないから、今のうちにいろいろ買っとくんだよ。だからね、あの、保存するものね、冷蔵庫も停電だったら使えなくなるから、生ものはダメだからね。うん。だからね、まあ、今回多分ピザ屋とかもみんな、あの、閉店すると思うから、 みんな食料品、特に水を、やっぱりしっかり、あの、飲み水をね、しっかり蓄えておいた方がいいと思いますね。ただもうそんな飲み水蓄えておこうとかさ、備蓄品なんとかしておこうとか、もそんなレベルじゃないかもしれんんだよ、これ。本当に。世界が一変するよ。まあ、まあ、ということでね、あの、まあ、この気象庁の、ちょっとこの、なんだ、台風情報をね、 チクイチチェックしながらですね。ちょっとあの、台風の放送はちょっとちょこちょことやっていこうと思いますので。皆様なんかね、なんか結構みんなね、外とか見るとみんなのほほんとしてんだよね。スーパーで買いだめも起こってないからね。そんなみ、結構落ち着いてるよね。うん。テレビとかもさ、そこまでさ、台風情報やってないし、みんななんかラグビーとかさ、なんかあの、なんだっけあれ、えーノーベル賞取ったよ。おじいちゃんばっかり出てくんじゃん。 そんなこと放送してる暇ねえから、もう台風の、あれでちゃんとしっかり、皆さん準備しましょうねって言わなきゃダメだよな、本当にさ。まあ、い,いや、とりあえず今日はこんぐらいにしときます。まあ、今日はっていうか、またなんか、あの、更新があったらね、なんか新しいニュースが飛び込んできたら、あの、ちく放送していこうと思いますので、よろしくお願いします。もしなんかあの、チャンネル登録とか、あの、コメントとか書いてくれると嬉しいんで、あの、もし余裕があったらお願いします。では、失礼いたします。